災地と省庁間の連携強化を図ろうと、輪島市に設置された国の復興支援拠点、能登創造的復興タスクフォース。その発足式が今日行われ、岸田総理が出席しました。復興の愛路となる課題を霞が関一体となって、解決するなど、その力を最大限に発揮、しながら、この被災自治体のニーズに沿った、創造的、復興まちづくり、全力で、支援をして、まいります。この拠点は国の関連機関や被災市町の担当者らで構成され、150人の常駐職員が配置されるということです。今後は倒壊建物の解体や人手不足といった被災地が抱える課題を省庁横断で共有し、復旧作業の迅速化につなげるとしています。